日本交換津造船所。ここは世界をリードする日本でも最も新しい造船所である。広い埋め立て地を敷地に全く機能的なレイアウトで設計建設された工場である。緑の芝生とツートンカラーの工場、すべてにカラフルなこの工場は従来の造船所のイメージを一変させた。ここには造船業の発展を支えた技術革新の結果生み出された諸々の設備が見られる。ほとんど無人化された鋼材置き場、作業の順を追ってリモートコントロールが寄り出した鋼材がまるで意思あるもののように動き、溶接工場へ送られていく。工場内に入った鋼材はここでもリモートコントロールで仕分けされ、必要に応じて設計図通りの図面が書き込まれる。書くといってもここでは人間が定規を持って書く必要はない。 EPM と呼ばれる電子鋼板計画装置で簡単にプリントされるだけだ。10分の1に縮尺された図面が装置の中へゆっくりと入っていき、この下に置かれた鋼板の上に拡大投射されるわけだ。